カレッジコスモスの皆さんです。どうぞ。ファンクラブ名のファンクラブに移りたいと思います。大事になります。ファンクラブ名はということで、この曲いってみましょう、はい、カレコスイラスト伝言ゲーム。今からお題を発表していきまして、はい、メンバーはイラストを描いて、なんで揉めてるんですか？いや、これね、画伯がいるんですよ、やっぱ。何、怖い怖い、怖いですけど。そう、だからもう多分、皆さんもう分かってるから。その笑いでした、今。知ってるか、その笑いだよ。まあ、その辺も踏まえた上で、メンバーにはイラストを描いていただいて、次のメンバーに伝えていっていただきます。はい、最後のメンバーはイラストともにお題を答えてください。ちなみに前のメンバーと同じ絵を描くのは禁止となっております。おお、難しいな、そしたら。難しい。そう、そうなんです。だから1番目と4番目が被る分にはいいんですけど、うん、1番目と2番目同じ絵を描いたらいけない。なるほど。画伯がいるということで順番が大事なんですよ。そうです、そうです。さあ、じゃあメンバー内で順番を決めてください。画伯どこでも、どこでも、どこでもいいですよ。じゃあ1番いきます。あやちゃんが1番がいいですかね。あやちゃん1番。美咲とか結構絵うまい、うまいかな。じゃあ行きましょうか。2番いきます。2番いきます。いいね。結構黙ってるんですけど、この子もね、実は画伯なんだよ。あらやだ。隠れ画伯。隠れ画伯いたの。だから今ずっと息を潜めてたの。それでは1つ目のお題、こちら。これね、そうそう、そういうことね、隠れなきゃいけないのか。はい、じゃあでは書く時間は30秒でございます。よーい、スタート。いや、かけるのかな、やっちゃん。30秒って意外と短いですからね。短いよ、うん、短いけど、でも何かを伝えるものを書くにしたらもう十分。皆さん笑ってらっしゃるよ。そう、なに終了。待ってよ。あーって言ってる。はい、やばいです。じゃあ坂本さんだけ見に行っていただいて、それです。こう見るのか。あ、なるほど。かわいい。スタート。やばいやばいやばい、忘れて。分かってるのかな、坂本さん。分かってるのかな、伝わったかどうかですもんね。そうそう、ああ。でもすごいいい反応が来てる。嬉しい。すごいすごいいい反応。え、これ美咲が2番で正解だってやっちゃったよ。すごい。こういうことですよね。多分こういうことだと思う。終了。え、拍手出てる。ありがとうございます。すごい、あやさんの、あやさんの時はいい。はい、じゃあいきますよ。よーい、スタート。奇跡が起こるかもしれないですね、これ。何何やだやだ、ハードル。何すごいという声が。え、どうなんですか。捕まったかな。いや、そういや。え、何え、何え、何笑いが起きてる。何で、はい、終了。おお、おおという。え、うまいうまい。よーい、はい、スタート。え、どうしよう。また走ってるよ。頑張って。頑張れ。伝わってるけど、かけるかどうかっていうね。そっか。そう。頑張れ。10秒前です。バイバイならいける。落胆の声。さあ、伊藤舞がやらかしております。終了。はい、アギリスさん、確認してください。こんなわからけないよね、ごめん。どう、全然わかんない。隠れ画伯いきましょう。よーい、スタート。もうね、皆さんの反応が頼りなんですよ、さっきから。そうね。さあ、残り時間ないですよ。え、ちょっと待って、正解したいんだ。10秒前。拍手だけわかんない。待ってる。何、何ですか。さあ、荒れております。荒らしております。頼む。お願いします。終了。嘘でしょ。はい、まあ、最後、松井さんにも答えていただきますが、書いてもいただきます。はい、わかりました。じゃあ確認してきてください。はい、何これ。さあ、じゃあ、お絵描きタイムいきますよ。はい、ラスト、よーい、スタート。え、ちょっと待ってね。え、頑張れ。ここで崩れた気がします。心の私、私。え、お願い。さあ、え、松井がやらかすか。え、ちょっと待って。終了。松井さんに答えていただきます、はい、それでは一斉に A オープン、どうぞ。ドン。ほん。さあ、松井さん、答えは何でしょう。え、犬小屋。秋月さん、ごめん、なんか机かなんかかなって思った。これ何だと思いましたか。これ学校。学校、違いますね。はい、松岡さん。え、私も学校だと思いました。学校、違います。坂本さん。え、学校だと思いました。学校じゃないですよ。ですよね。
やっぱそこを出さないと。いや、そうなんですよ、本当に。正解は大学でした。大学でございました。ちょっと待ってください。だってこれどう見たって校舎じゃん。なんか一つだけ、一つだけ思い浮かんだのが、このテラス。あ、これテラス。そっち余計に分かんないよ。これテラス席で外のカフェみたいな大学でした。土俵じゃないですねこれ。違います。行きましょう。じゃあ続いてのお題、ラストのお題です。こちら、はい、難しそうだ。さあ行きましょう。それではご準備お願いします。いきますよ、よーいスタート。だってもう本当に最後ですもんね。そう、もうこれさ、今日の最後のあーつって終わり。おーい、一発目から笑いが起きてるぞ。おいおいおい、どうですか。あー、まあまあ伝えたいことは分かりますよ。はい、中島さん、発想力豊かだから伝える気がします。これはこのまま受け取っていいと思います。おおお、よーいスタート。みなぽん自信ある？あのこれね、分かんなかったらちょっとあれだと思う。でもちょっと間違えちゃった一個。間違えた、一箇所間違えちゃった。じゃあもう間違えたら自分の責任ではないっていうことですかね。あ、なんか間違っちゃっても伝わる感じだと思います。あ、なるほど、うん、じゃあ案外書きやすい。うん、さすが。お、間違っても伝わるって、うん、七様。そうそうそう、あ、いいんじゃないですか。めちゃめちゃいいと思う。はい、じゃあ深澤さん、いい？大丈夫ですか。はい、じゃあいきますよ。それでいきます、よーいスタート。え、絶対ここ大丈夫ですよね。大丈夫だったね。一箇所間違っちゃったけど。そう、私はしかもポンの間違いにすら気づいて、それをちゃんと直せた。なるほどね。え、偉い。もう絶対教師ぶち出てるこれ。あそういうこと。頭抱えないでください。怖い、はあ、ちょっとずれてますか。まあ、ちょっとね、ただ察してあげてってこと。ずれてはない、ずれてはない。ずれてはない、ずれてはない。いや、めっちゃ悩んでる。わかんないって。ヒント、もうダメですか。ヒントは、ヒント、この会場にいる全員が見たことがあるもの。え、絶対？絶対。絶対ですか？絶対に。よーい、スタート！本当に苦しそうな顔してましたけど。でもこれは正解したいですよね。うん。うん。いろんな意味で。おお。いけた？おお。すごい。ああ、はい、終了。はい。すごい拍手が大きい。大絶賛だよ。安堵の子お嬢の。さあ行きますよ。え、待ってください。5人目、よーいスタート。あ、さあちゃん自信ある？バッチリだわ。やばいぞこれは。絶対に分かった。大丈夫かな、自分を信じて。はぁ、え、これ何のお題なの。はぁ、いいチョイスかもね。はい、終了。はい、多分そういうことだと思う。菅田さん、それは化け物。化け物ではございません。これはね、まあこれも察してほしいね。察してほしい。じゃあいきますよ、ラスト。何の化け物。よーいスタート。さあいきましょう。嘘、私の血をすごい引いちゃった。化け物書いちゃダメだよ。化け物を書いて。怖い。もしかして。なになに、なるほど、なるほど、もしかして。終了。はい、戻ってきてください。私これ自信あるんですけど。絶対私に引っ張られたでしょ。もうとりあえず菅さんだけいきます。はい、オープンして答えをお願いいたします。はい、それではどうぞ。ライオンの化け物。違います。マリリー。違います。ライオンの化け物ですよ。1個言っていいですか？何ですか？ライオンの化け物でした。そんなことないですよね。違いますよ。じゃあ、ね、平野さんも一緒に。せーの。何でしょう、答え。カレコスちゃん。待って。カレッジコスモス。正解！え、みんな分かってました？はい。分かった。いや、難解すぎるわ、これ。いや、これは難解。いや、これです。できた、これが
今日ですよね、うんうん、そうね、そうね、あ、すごい、そうそう、一緒だ、私はだからそのコスモスと大学とあと歌ってるところで伝わるかなと思って、はいはいはい、はい、ということで以上、カレコスイラスト伝言ゲームでございました。さあ、ということで最後にファンクラブ名の発表に移りたいと思います。大になります。さあ、発表いたします。カレッジコスモスファンクラブ名はカレッジコスモスサークルに決まりました。いい名前、やっぱね、大学感あるし、いい、ね、うんうん、いいと思います。もう一つ発表がございます。怖い、聞いてない。ファンクラブ名の候補の中で2番目に票数が多かったコスモスメイト、コスモスメイト、これをファンの皆様の通称名として呼ばせていただくことを決定いたしました。のことも、はい、コスモスメイト、そうです、皆さんはコスモスメイトです。コスモスメイト、カレッジコスモスサークルのコスモスメイトの皆さんです。これからもカレッジコスモスの応援よろしくお願いいたします。